2016年3月13日、韓国聯合ニュースなどによると、韓国アシアナ航空機が機内に搬入禁止の電動スクーターを乗せていたことが離陸後に判明、近くの空港に一時着陸し、再離陸する騒ぎがあった。アシアナ航空は、同日、今月11日に米国サンフランシスコを出発し、韓国インチョンに向かっていた航空機がアラスカアンカレジの空港に一時着陸していたことを明らかにした。離陸からおよそ5時間後、貨物室に電動スクーターを乗せていることが判明したためという。この騒ぎにより、乗客186人は予定より5時間遅れてインチョン空港に到着した。電動スクーターは装着されたリチウム電池が航空機の貨物室内で火災を起こす原因となることが多く、国際民間航空機関 ICAO は先月、預け荷物としてはならない旨を定めていた。アシアナ航空は現地職員のミスで電動スクーターが貨物室に積載されたとし、再発防止に努めるとしている。この騒動について韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。離陸して5時間も経ってから見つかったというのはどういうことだろう。空港でちゃんと荷物検査してから貨物室に乗せるんじゃないのか。国内線にしろ国際線にしろ、整備の技術力とかいろいろな点を考えたら、格安航空会社 LCC や整備人材が足りてない航空会社に自分の命を預ける気に離れない。客はチェックインの時にリチウム電池を預けてはいけないと言われてるはず。これに従わなかった客個人と荷物検査をちゃんとしなかった保安要員の責任だ。アラスカからインチョンまで電動スクーターに乗ってこないといけないね。